今回大きな問題の一つとなっているのが断水ですなぜここまで被害が拡大したのでしょうか七尾市から中継です七尾市和倉町の住宅にお邪魔していますこちら洗面台の蛇口なんですけれどもいくらひねっても水は一切出ないような状態ですさらにトイレの前にはですね山水を貯めたバケツが準備されていてこの断水というものが1ヶ月間続いているんです こんなにね水がないと不便なものかっていうことは実感しましたしいや想像以上に厳しいです七尾市は県の水道用水を利用していますが取水地から最も離れた場所に位置しておりその分配管などの復旧に時間がかかっているんです市内の最も遅いエリアでは復旧は4月以降になる見通しです 被害が拡大した要因として県の地震被害想定が1997年以降見直されていなかったことや水道料金の高騰を懸念して耐震化工事が遅れていたことが挙げられています12の西川さんは水が出ないと分かっていながらも時折蛇口をひねってしまうと話されていました被災地は生活に必要な水を待ち望んでいます